地に咲き散るが戦場の花の定め。私がお相手しましょう。一緒にいてくれるの？ありがとう。お師匠様、なんでこんなところに。少しつこほら、悟空、こんな人を困らせて。あなたを放置しては後の禍根となります。おとなしくしていただきましょう。おっと、やべえ。戻れ戻れ。うわぁ、助けてくれ。ランにお任せを。やべ、戻れ戻れ。おしっ、目を見張るばかりの戦ぶり。お師匠様、もう勘弁してくれ。ダメだよ、今日も一緒に戦界に帰るの。付き合い。
しといてやる。敵将打ち取った。状況だね。危ないところでした。援軍感謝いたします。
強な子だね。敵将討ち取った。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。俺たちの家、誰にも壊させやしねえ。そのためなら、何でもやってやる。再登場だぜ。俺と遊びたいのか？いいぜ、そらよ。間に合いませんでしたか。俺と遊んでくれんのかい？ねえ、僕と勝負しない？やっほー、待ってたぜ、ナタ。いいとこに現れるじゃないの。お師匠様を足止めしてくれよ。この通り。敵の援軍ですか。退散と。ねえ、勝負してかね。見事に騙されてくれたぜ。今だ、やっちまえ。何にお任せを。これはちょっとまずいかも。誰か助けて。私でよいのか。やっほー、今日の相手はお前に決めた。私を買いかぶらないでほしい。遊びすぎちまったか。一時退散だ。また来るぜ。本番だ。つうわけで
くぜ。覚悟しな。あなたが仕掛けてくることは読んでましたよ。諸葛亮、張り切りよって、貴様との因縁もここまでよ。ええ、そしてこの戦、私が勝ちます。言葉はいらねえ、野生で語るぜ。早く終わらせて、いい加減ゆっくり寝たいよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援護を頼んだ。ほんと間に合ってよかったよ。俺偽孔明なんで、依頼はできないとね。助けが入ったのかよ。もう少し楽しめそうだな。何にお任せを。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私で良いのか。やっほー。今日の相手はお前に決めた。私を買いかぶらないでほしい。少し疲れた。あなたが仕掛けてくることは読んでましたよ。諸葛亮、張り切りよって、貴様との因縁もここまでよ。ええ、そしてこの戦、私が勝ちます。言葉はいらねえ、野生で語るぜ。早く終わらせて、いい加減ゆっくり寝たいよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援護を頼んだ。ほんと間に合ってよかったよ。俺偽孔明なんです。くらいはできないとね。助けが入ったのかよ。もう少し楽しめそうだな。ですが、将兵らの士気も高まりましょう。押し疲れた。俺と遊んでくれんのかい。
状況だな。やるね。けどまだだぜ。くださると信じておりました。ご助力感謝します。何にお任せを。よし、そろそろ終わりにしようぜ。一気に押し込め。私たちもう一緒に楽しく過ごせないのかな。
ち取った盛り上がってきたぜ。やるねけどまだだぜ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。何にお任せを。そろそろ終わりにしようぜ。一気に押し込め。メス。やっほー。今日の相手はお前に決めた。手加減はご無用に願います。いざ。押しつかれ。すんません。やっぱ俺はお師匠様の手のひらの上の猿だ。よかった、勝てたようだ。